はい、皆さんこんにちは。佐々木敦でございます。1時20分ですね。12月は16日の土曜日でございまして、ふうという感じですね。千代田区16度、この部屋は22度ですね。今日はね、温度が高いからお昼ご飯を食べてですね、ビール軽飲料4缶飲んでしまいました。いや3缶でやめとこうと思ったら、いやなんか持たれひんやんと思って、行ってしまいますと少し酔っております。はい、行きましょう。産経新聞でございまして、これは今日ですね、今日の11時58分と言いますから、今から1時間20分ぐらい前に出た記事でして、木原氏妻の元夫死亡は事件性なし、警視庁が再捜査終了というタイトルでございます。この関連の記事は一斉に出ました。産経のみならずですね、あらゆるメディアに出ています。本文いきましょう。これは共同ではないですね、短い。平成18年に東京都文京区の住宅で死亡した安田種夫さん、当時28。平成18年と言いますか、2006年ですか。と言いますと、今からですね、17年前ですか。の遺族が死亡の経緯を自殺を扱われたことに不審点があるとして、告訴状を提出し、警視庁が再捜査をしていた問題で、警視庁が東京地検に事件性は認められないとする捜査結果を送付したことが16日、捜査関係者への取材で分かった。送付は15日付で再捜査は事実上終了となる。つまり、は事件ではない、自らですね、極端な選択をされたということで、殺人ではないということですね。安田さんは木原誠二自民党幹事長代理の妻の元夫、週刊文春は今年7月警視庁が安田さんの死亡をめぐり妻にも事情を聞いていたなどと報道。遺族は10月に警視庁へ容疑者不詳で殺人容疑で告訴していた。警視庁は関係者への聴取や証拠品の精査などを行ったが、従来通り安田さんは自殺したと結論付けたとみられると。これは元警視庁のですね、警察官佐藤何がし元警部補かながですね、あんなも絶対やってねというようなことをですね、週刊文春に喋ったということが記事になって、まあちょっとした騒動になりました。でそのですね、亡くなった方の妻であった方が今ではですね、自民党幹事長代理であってですね、その騒ぎがあった時にはですね、官邸のですね、官房副長官でしたっけ、になっていたわけですね。で岸田さんの側近ということでですね、なんと言いましょうか、それでもみ切ったんちゃうんかみたいなですね、大騒ぎになっていた事件なんですけども、それがですね、遺族がですね、亡くなった方のご遺族がですね、警視庁にもう一回捜査せえという告訴状を出したと。でその告訴状が受理されたんですね。警察ってね、なかなか動かないんですよ。要は事件があると捜査しなあかんでしょ。でね、やつらもやっぱりね、役人なんですよね。捜査して事件になって自分たちの手柄になりそうな話は全部受けるんですけども、そうじゃない、ただ面倒くさいだけっていうのは受けないんですね。受けないんですけども、これ社会的にこう脚光を浴びた事件なんで、多分告発状を受けざるを得なかったんですね。で受理したからには捜査しなあかんと、捜査したからには検察庁に何らかの報告をしなあかんというようになります。で受理してから3回すぐらいですかね。で結局事件性なしという報告をしたわけです。それが殺人であったのか自殺であったのかというところが争点だと思うんですけども、事件性がないということは殺人ではなくて、自ら極端な選択をされたと
いうふうに処理をしたわけでして、17年前の自分たちの捜査が正当であった、真っ当であったということをですね、まあ案に追認したわけですね。まあまあ、どう言いましょうね、分かりきっていたというか、まあこれ多分ガス抜きで受理したと思うんですけども、で、事件性があるとして、検察庁に報告すればですね、検察庁はですね、どうするか決めなければいけない。つまり起訴するか、起訴猶予にするか、不起訴にするかというのを決めなければいけないんですけども、その一歩前の段階、警察の段階で事件性なしということは、要は検察庁に対してですね、あんたら別に仕事せんでええねんで、というだということなんですね。まあ予想された展開ですけどね、予想された展開ですけどもですね、警察がですね、どのような基準でですね、その事件性なしと判断したかというところなんですけども、私はですね、警察というのをもう警察も検察もですね、基本的に自分たちの組織の論理で動くわけです。自分たちの組織が非難されないように、世間から非難されないように、そして仕事をやりやすいように動いてるわけであってですね、事件として立件するにはとっても難しい事案であると思います。これは週刊文春はね、いろいろ書き立てましたけどもですね、そういうふうに考えれば考えられないことはないんですけども、ないんですよ全然。木原元ですね、副長官ですか、もう官房副長官の奥様がですね、当事者であるというふうな推論というのは、十分できる、推理小説的にはできるかもしれませんけども、ではですね、法廷に持ち込んでですね、本人が否認しているのにですね、それをですね、事件があったとしてですね、罪状を問えて有罪に持っていけるかというと非常に難しい。かなり難しい。事件が発生した当時であればね、証拠を集めて、ですね、そういうふうに持っていけたかもしれませんけどもですね、今となってはですね、もうそんなわからへんやんっていう、当時の、現場検証の資料が残ってるだけでしょう。しかも当人が否認してるわけです。ということは多分これ立件してもですね、無罪になる可能性が高いんですね。無罪になる可能性が高い事案をですね、立件してですね、例えば、やるとですね、で無罪になってしまったらですね、それは警察の汚点になるんですよ。誰もそんなことはしたくないわけですよ。検察官もですね、起訴して無罪だったらですね、それは汚点になるわけです。誰か責任を取らなあかんわけですよ。そんな嫌でしょう。だからですね、そういう案は、そういう案件は葬られるんです。で、今回もそれやろうなという気はします。本当に何があったかなんていうのはですね、当事者しか知らないわけであって。それを安直にですね、あ、ほんまはこいつやこいつやとかっていうのはですね、間違いです。ただ、本当に何があったかというよりも、今回はその警察、あるいは検察がですね、これを立件できるかどうかという視点に絞ってみれば、立件できなかったというべきなんですね。なんで、ちょっと無理筋ですね、これは。今の旦那さんがですね、権力者であると、権力に近いということにおいてですね、まあ、集会者は騒ぐでしょうけども、まあ、言うてみたらですね、要は法廷に持って行ってですね、それを立証できるかどうかということですね。日本はね、だから法治国家だと思うんですよ。被疑者本人が否定をしていてですね、物証がなければですね、立件できないんですよ。立件できないし、無理くり立件しても無罪になるんですよ。当たり前ですよ、それは。そこは日本が法治国家たるゆえですって。まあね、本当は何があったかとか、もう、そんな知らんやん、本人しか知らんやんと。神様しか知らん。でも今回はですね、非常にこの、法治国家らしい結果が、やなと。で、責めるべきはですね、その当時ですね、事件が発生した直後にですね、警察はちゃんときちんとやるべきことをやったんか、ということですね、多分やってないですよね。多分やってないですよ。
でそれを責められるのも嫌なんですね。で身内からですね、あれは絶対事件やったというふうに言うてる人が出ているわけですね。だから非常に立場が悪いですね、警察は。まあまあでも日本は法治国家たるゆえにですね、こういう結果は、まあ致し方ないというか、まあ、なるべきしてなってるなというふうに私は思います。一応この産経新聞のアドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。